皆さん、こんにちは。山田です。はい、今回はですね、ドライバー編ということで、久しぶりにドライバー編をやっていきたいと思います。で、今回ドライバーで紹介するのは、皆様、多分疑問に思ってらっしゃる、縦振りなのか横振りなのか。まあ、やはりこの僕が最近、カメラマン正午でもやってる通り、こう肩はしっかり縦回転しなきゃダメだよ、というお話をしているから、こうドライバーもしっかり縦なのかというので、ドライバーになるとできないんですという方非常に多いと思うんですよ。なので今回はこのドライバーはどういうふうに動くべきなのかというところをまあ細かく説明していきたいと思いますので、ぜひこの動画最後までご覧になって参考にしていただければと思います。まずですね、ドライバーは、縦振りなの横振りなのというこの質問に対しての結論なんですが、基本的にドライバーの軌道はアイアンに比べて横振りになるっていうのが結論です。なるほど、はい、ただしこれは別に狙ってやるとかそういうわけではないということなんですね。まあ、これカメラマン正午、僕のレッスンとかでよく、ね、生徒さんに説明してるの聞くと思うんですけれども、はい、別に意図的にドライバー横振りにする必要とかはないんですよ、うん、よくね、やっぱドライバー横振りだから横に振りなさいみたいな、うん、って意識をするっていうのがあるんですけど、そもそも肩の縦回転というところもそうなんですが、肩っていうのは縦とは表現しますが、あくまでも前傾回転なんですよね、うん、前傾に従った回転をするってことなんです。わかりますかね、うんうんうん、もちろんドライバーもこの長いですよね、はい、長いので必然的にこの前傾ってものは上がってきます、うん、はい、アイアンの短いのに比べるとこうやって上がってきます、うんうんうん、正しい前傾が取れていればその時点で前傾は少し立ち気味になってきますので、この前傾に対してしっかり肩が回っていけばおのずと縦といっても前傾に対しての回転なので、ドライバー自体はアイアンに比べて横振りになってるはずなんです。しかもそこにはこのクラブの長さってものも関係してきて、しっかり感性が働いた動きでスイングが発生しますので、結果としてクラブはアイアンよりもシャローの入射角になってくるし、はいはいはい、結果として後ろから入ってくる。ですので決してアイアンと同じように縦にしなさいというわけではないんです。もちろん不自然ですからね。例えば7番アイアンぐらいの縦回転と同様に縦回転だとこういうふうにこういう感じリバースピボットが入っちゃって伸び上がってギター箱になってダフルとかね。だから結構コメントで多かったのはダフルんですとか、はいはい、めちゃくちゃ右行きますみたいなお話が多かったんですが、そういう方々は基本的にこの動きになっているはずです。前傾に対しての回転じゃなくて前傾以上に縦にしようとしてミスをしているっていうパターンが非常に多いのかなと思います。どうやってじゃあドライバー引けばそのドライバーに対しての縦回転だってことなんですけど、これはね以前の動画で出してます。はい、この構えた時に飛球先行法ですよね。飛球先行法に両脇を締めた状態でまっすぐ引く、はい、まあ、本来まっすぐ引くっていうこのまっすぐ動くってことはありえないんですが、自分の目視で確認できるところでまっすぐ引いていく、うん、そうするとそのクラブの前傾に応じた縦回転が必然的に入りますので、ドライバーはまあドライバーというかどのクラブもこうやって意識をしていただくと、まあ、適正の前傾角を作らなきゃいけないっていうのはありますが、まあ、それは他のねアドレスの動画でもお話ししますので、そちらをまあぜひ参考にってことなんですけれども、はい、もう一つね、ドライバーですごく大事になってくるのが、確かに横振りといっても、横振りでこの縦回転といっても、必ずクラブはこう横から来るわけですよ。まあ、横からっても自分の背骨に対しては垂直のラインから入ってくるんですけど、基本的には。はい。まあこの胸郭っていうこの部分の下のラインですね。このラインを平行として、ここからこうやって入ってくる。インパクトが望ましい。まあこれはどのクラブも一緒なんですが、この時にですね、どうしてもまあ多くの方、縦の動かしをして、入ってきて仮にバックスイングができてもそのままこうやってくる
パターンが非常に多いと思うんですよ。はい、そうするとまあどうしてもこう上から叩きつけるような動きになってこう低くなったりとか、こうそのままカットしてこうスライスするとか、そういうミスも出てくると思いますので、簡易的な練習法をちょっとお伝えします。はい、いつも通り構えていただいたら、まあ、先ほど申し上げたようにヘッドをまっすぐ飛球線後方に引くと、これまず意識します。この状態でまずは8時4時で打ってください。こうやってまずこれだけ、はい、もうこれだけ球の位置だけしっかり作ったら2と、これだけですね。これでこのマットに対してまっすぐの方向ですね、はい、しっかり球がまず飛ぶか。なるほど、はいはい、今僕飛んでるんですけれど、うんうんうん、まあ、しかもちゃんと芯を食ってるか、これがポイントになります。お、はい、これができてきたら次はこれ少し大きくしていきます。次これぐらい、こうやって、まあ、腰から腰ぐらい、こうやってずっと肘も曲げないんです、ね、そうです。例えば当たらなくなる人だと多いのはこうやってやってみたりとか、もしくはこうやってやったりとか、そもそもこれだけでやっちゃう人もいます。なるほど、はい、ではなくてまずは体全体を使って腕はほぼ曲がらず動かずにまっすぐまっすぐ、これだけでまっすぐ飛ばす、うん、このエリアっていうのがすごい大事なんですよ。まあ、ハーフスイングでも紹介するように、はいはいはい、まあ、テイクバックのエリアでもありますし、フォロースルーのエリアでもあるんですけど、このエリア、この半円のエリアができてこればゴルフスイングは完成なんです。でやはりうまく当たらない方々はこのエリアでそもそも腕を使いすぎてるとか、あ、まあ、そもそも体がこの前傾に対して動いてなくて、例えばこうやって動くとかね、うん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 、なってきます。そうするとやっぱりこう腕を上から使うとか、もちろんここから先の動きもあるんですけれども、うん、いろんなミスにつながってきます。ですのでまずはまずここです。はい、まっすぐ引く、脇は締めてね、脇締めてまっすぐ引いてまっすぐ出す、これだんだん大きくしていくだけで、なるほど、はい、同じ感覚のものをだんだん大きくしていきます。こういうふうにね、まっすぐ飛んでますよね、はい、はい、でこのままフルスイングにつなげていって曲がったところだんだん大きくしていって、あ、曲がったところからもう一回戻します、はあはあ、もう一回下からやり直します。なるほど、はい、当たらなかったり曲がったところで戻します、はい、で曲がってる範囲、ここまで上がったら曲がるぞっていうところが自分のいたずらするポイントなんで、そしたらそこを改めていくと、あ、いったのもこの自分のスイングを直す上で非常に重要なポイントになってきますので、とにかくスイングを小さくしてだん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 大きくして、当たらなくなった曲がったところをしっかりと自分で判別する、うん、はい、これがすごい重要、うん、そしたらその先で悪さしてるわけですから。なるほど、はい、でこの先で悪さしてるところが、まあ、自分の癖でもあるし、うん、まあ、それに関してはね、やっぱりこう個別で見てみないと僕もわからないところはあるんですが、あ、まあ、人によっては、まあ、共通の意識を入れてもらえば治ることもございますし、はい、はい、っていうふうになってきますので、ぜひこの練習を続けてやってみてください。
さあ皆様いかがでしょうか、今回はドライバーは縦振りなのか横振りなのかこちらについてお話をさせていただきました。まあ、結論をね最初にお話ししたようにドライバーというものは、横振りなんですがアイアンより横振り、もっと言うと、まあ、意識はしないというところで本来は前傾角に従って正しい回転ができてくれば起こるものですので、ぜひこちらを参考にしていただいて、前回の動画を見ていただいて正しいバックスイングの引き方ですね、それさえできてくればある程度こう前傾角に対しての振りっていうのができてくると思いますので、ぜひこちら参考にして頑張ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと